太陽光発電施設でヤギによる除草試験が始まりました。草を美味しそうに食べる2頭の親子のヤギ。与那子市にある太陽光発電施設では環境にやさしい除草を行うため、試験的にヤギが放たれました。機械や除草剤との効果を比較します。また、ヤギと地域住民との触れ合いを通じて、環境問題への理解を深めたい考えです。